巨高氏は、中華民国の軍人、政治家。革命派軍人として、孫文を支持して戦い、国民政府成立前後からは、政治家に転じた。自は公部。中山大学校長などを務めた教育者、巨高氏清の兄で、中国国民党の元老、巨高里の同兄である。江南陸士学堂を卒業。1911年10月に、 侵害革命が勃発すると、鎮江での革命破放期に参加し、鎮軍と特府参謀長兼第一支隊長となった。続いて、南京攻略に加わり、攻略後には、南京臨時警備司令に任せられた。間もなく、北伐軍兵炭送官も兼ねている。南京に、中華民国臨時政府が成立すると、南京英寿総督府監察所所長に任せられた。北京戦闘後は、 南京ゥス警備局局長となった。1913年の第二革命では、革命派のチャンスうち援軍総司令部主任参謀を務めたが、敗北している。1915年末からの五国戦争では、両候後国軍司令部高級参謀兼五国軍第1独立旅司令部参謀長兼第17、団団長を務めた。1917年、 先生省に赴き全省系備装司令部総参議となる。まもなく南方に引き返し、翌年、越勝ら天北伐、貫根軍兵団総関係越貫鉄路監督となる。以後、総理越貫鉄路ごとよ、越貫鉄路を歴任して、数年にわたり、同鉄路の防衛、管理を担当した。1922年6月、陳敬明がクーデターを起こすと、 これに反撃を図る尊文により、巨高氏は、東ずま族軍警備司令に任せられた。翌1923年、巨高氏は、候補軍艦学校創設を尊文に提言している。1924年1月、関東省財政委員会委員に任せられ、まもなく、関東全省佐、電気を知り所所長に移った。翌1925年6月、 再び越官鉄路の管理を担当し、後に越軍総司令部顧問となっている。国民政府の北伐が完了する直前頃に、京高氏は軍人の職務を離れ、以後、政治家として活動することになる。1928年、関東省東務指導委員会秘書に任せられ、同年11月、公衆院秘書に転じた。その翌月に両越に着やか、 再委員会委員に任ぜられている。1929年12月に、甲子委員秘書長代理となり、1932年12月から1942年12月まで、同委員秘書長を務めた。その後は、国民政府顧問や、甲子委員部顧問官などを歴任している。中華人民共和国成立後も、巨高氏は、大陸に泊まり、 1956年1月には上海文史館会員となった。1957年死去。去年77。ありがとうございます。